ゲオルク・ティントナーは、オーストリア・ウィーン生まれの指揮者。裁判年にナクソスレーベルに録音した、ブルックナーの公共曲全集録音で知られている。ゲオルク・ティントナーは6歳からピアノを習い始め、10歳だった1927年に、ウィーン少年合唱団で名指揮者、フランツ・シャルクのオーディションに合格した。シャルクは、ブルックナーの弟子として巧妙であり、ティントナーは、 シャルクの指揮棒の下で、ブルックナーのミサ曲などを歌っている。1931年に合唱団を離れ、ウィーン国立音楽アカデミーで、ピアノと作曲を学ぶ。1938年3月、オーストリアがナチスドイツに併合されると、ユダヤ人であったティントナーは、ウィーンフォルクスオーパーの仕事を失い、国外脱出を余儀なくされる。それからは仕事を求めて、 世界各国に移転する生活が長期間続いた。1940年にニュージーランドのオークランドに到着し、それから14年後の1954年にオーストラリアへ移った。ニュージーランドで結婚した最初の妻はオーストラリアでの生活になじめず、1961年に離婚してしまう。やがて1967年に南アフリカで、 ケープタウン私立還元学団の常任指揮者に就任するがアパルトヘイトの現実に接して1年で辞任し、それからイギリスへ渡ってサドラーズ・ワイルズ・オペラの補助指揮者として短期間働いた。間もなくオーストラリアに戻りパース市に新しく創設されたウェスト・オーストラリア・オペラを指揮する。そこで2番目の妻とも別れ。 シドニー市でオーストラリアオペラの上級上任識者を務めていた時期にターニャ夫人と出会う。1978年に3番目の妻となった彼女は最後までゲオルク・ティントナーと連れ添う伴侶となった。1986年の暮れにカナダのノバスコシア州ハリファックスにあるノバスコシア公共学団から要請を受け、ティントナー夫妻はカナダに落ち着くことになった。 長年カナダのナショナルユースオーケストラで若手演奏家の教育活動をしてきたが、その卒業生の計らいによるものだったという。こうしてティントナーは長年の苦節の期間に5つの大陸でブルックナーの音楽を演奏した。その中には、 公共局第8番の1887年版第1項の北米初演も含まれている。しかし1993年に彼が皮膚癌の一種である悪性黒色種にかかっていることが明らかになった。ティントナーがレコード会社ナクソスの社長クラウス・ハイマンと出会ったのは1994年のことであった。ナクソスのポリシーとして無名でも 実力のある演奏家を録音に起用する方針があり、ハイマンは会社最大のプロジェクトとなるブルックナー公共曲全集録音にあたって誰を指揮者に起用するか相当悩んだという。ティントナーはこの時ターニャ夫人と共に香港へ客演式に来ていた。そこでティントナーとハイマンは初めて会うことになる。すでに悪性黒色種に侵されていたティントナーを見てハイマン夫妻は 内心不安があったというが、すぐに彼の指揮を聞いて納得した。そこで公共曲全収録音が開始され、第一作として第五番が1997年夏に発売された。たちまち世界中で大好評になり、ティントナーは生まれて初めてのファンレターを日本人の学生から受け取ったという。ティントナーのブルックナー公共曲全集では、 CD 用の楽曲解説書をすべて彼自身が執筆したことが大きな特徴である。実質の解説書はティントナーの解釈の根拠や彼自身の人柄を知る点でも貴重な資料となっている。また、オーケストラの楽器配置として第1、第2バイオリンを左右の両翼に配置する古典的配置を採用している。本全集の最大の特徴として番問題への特別なこだわりが挙げられる。 第三作として発売された第二番では、最初の番にあたる1872年校のウィリアム・キャラガン校定版を採用している。これは、通常知られている公共曲第二番とは、第二楽章、第三楽章の順序が逆で、第二楽章スケルツォ、第三楽章アンダンテの順になっているが、この番の CD 録音は、クルト・アイヒホルン以来2枚目だった。 第4作として発売された第8番では、自らが北米初演を行った1887年版第1項を録音したが、これは CD 録音としてはエリアフ・インバル以来2枚目になる。異作となった第3番では1873年第1項を採用し、第1番ではウィリアム・キャラガンによる皇帝版の世界初録音を行っている。 70歳大後半を過ぎてからナクソスに見出され、指揮者としての成功を得たティントナーだったが、悪性黒色種の病状は次第に悪化してゆく。公共曲全11曲の録音は1998年9月に終了した。彼はイギリスのクラシック音楽雑誌グラモフォン誌の1999年1月号病誌に採用されたが、これは クラシック音楽家にとって最高の栄誉とされる。そして日本からも2000年7月に読売日本交響楽団で2回のブルックナーコンサートの要請を受けた。しかし病状は悪化の一途をたどり、最後には検討式障害の症状が現れたという。1999年10月2日、ティントナーは病状悪化を苦にして、 ハリファックスの自宅マンションの11階から飛び降り、自殺をした。82歳だった。そのため、ブルックナーの公共曲のすべての功を網羅する企画と、合唱曲の全曲録音、さらに来日コンサートの夢も消えることになった。ナクソスは、ティントナーとの短すぎた時間を惜しみ、彼が生前に残した、様々なコンサートの放送音源やスタジオ録音を、自社音源として買い取った。 これらがティントナーメモリアルエディションとして2003年から発売開始された。オーケストラは彼の自宅近くにあったノバスコシア交響楽団とカナダのナショナルユースオーケストラである。この企画ではベートーベン、モーツァルト、シューベルトなどブルックナー以外のティントナーのレパートリーに接することができる。前述のようにティントナーはウィーン国立音楽アカデミー在学中に作曲を 学んでいた。彼自身は、その後作曲家として活躍することはなく、指揮者としての活動を開始した。しかし、作品は破棄されることなく、残されており、2007年にナクソスレーベルから、室内楽曲集というタイトルでリリースされた。すべて、世界初録音である。録音された作品は、下記の7曲である。バイオリン・ソナタ・ショパンの主題による、 変奏曲前奏曲、憧れ友の死に寄せて、ピアノソナタい短調二つの風が奏奏曲、ありがとうございます。